まあ、世界卓球まであと2ヶ月弱っはていい。うところですけども、まあ、自分の体調、調子みたいなのっていうのは今どうですか？体調は良くて、毎日いい練習ができていると思います。まあ、あと2ヶ月っていうところですけど、まあ、自分としてどういうふうに、調整を続けていきたいかなっていうと、ここの2ヶ月っていうのはどういうふうなことを考えてますか？オリンピックが終わってから初めて、自分にとっては初めての、ビッグマッチというか世界大会なので、2ヶ月しっかり準備する時間があるので、かなりレベルアップして臨めるようにしっかり準備したいなと思ってます。オリンピックが終わって、まあ、かなり卓球始めてから本当初めてぐらいの長い、まあ、期間ちょっと卓球から離れて、また次に東京に向かうっていうところの気持ちの意識っていうところはなんかどうでした？オリンピック終わった後はもう 半年ぐらい卓球したくないって思ったんですけど、でも1ヶ月半で、そういうわけにはいかないので、1ヶ月半で帰ってきて、久しぶりに卓球やるとすごい楽しいですし、でもあまりにもやっぱり1ヶ月半休むと、こんなに体がついていかないんだなっていう、こう、なんていうんですかね、戻すのにこれだけ時間がかかるんだなっていうのも感じましたし、でもやっぱり卓球の魅力っていうのを改めて、卓球が練習が楽しいとか、そういうふうに思う気持ちをやっぱり1ヶ月半休んでまた感じれたので、2020年に向けてすごくいいリフレッシュになりました。どれぐらいで、練習したいなって、卓球やりたいなとか思い出したってどれぐらいですか？いや、思わないんですね、あんまり。 もう全然いいや、とりあえず。正直に言えば、まだ休めるなみたいな。 でもまあそんなわけにはいかないので、でも、試合だったり練習だったりやってるうちに、楽しいなって思う瞬間もありますし、やっぱり卓球ってすごく奥深いな、難しいなって改めて思ってます。すみません、ありがとうございまありがとうございましす。た。